どうもフレバンです。さあ始まりましたフレバンラジオ、5月のパーソナリティの那須原亮です。今回の楽曲は人と陽さんの花水木です。早速お聴きいただきましょう。どうぞ。押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、100年続きますように。夏は暑すぎて僕から気持ちは重すぎて、一緒に渡るにはきっと船が沈んじゃう。どうぞ行きなさい、お先に行きなさい、僕の我慢がいつか実を結び、100年続きますように。蝶々を追いかけて白い帆をあげて、母の日になれば水木の葉送ってください。また泣くてもいいよ、知らなくてもいいよ、薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が100年来ますように。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように。Thank you.
100年続きますように。お聞きいただきましたのは人とようさんの花水木でした。今回は上ハモと下ハモに挑戦したけど、ゆきはどうだった？そうだね、やっぱり、まあね、初めて挑戦したってのもあって、難しかった人もいるんじゃないかなとは思ってるんだけど、俺は難しかったな。難しかった。ハモリ俺につられてたよね。つられてた、練習の時ね、まあ、でもすごい綺麗には仕上がってたよね、3人がさ、旋律が、それぞれ ね個性も出てて、ハヤトとかめちゃくちゃエモかった、ありがとうございます、まあ、でもそうですね、結構難しかったですけどね、やっぱり、でもなんかまあ女性の曲っていうこともあって、やっぱどう表現するかっていうのがやっぱ一番、まあ、工夫した部分ではあるのかなって。なんでやっぱりこう自分たちが歌う曲と、その、まあ、人とようさんが歌う花水木、どう違うのかっていうのを聞いてほしいなとは僕は思います。そうだね、そこら辺はね、注目していただきたいね。そうですね、そういうところにも注目してまたお聞きいただければと思います。それではコーナー行ってみましょう。フレバンメール、イエーイ。いただいたお便り読んでいきますよ。今回のお便りはこちら、ペンネームサバカンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見してます。皆さん仲が良さそうに見えますが、プライベートでも遊んだりしてますか、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。でもそれぞれね、2人ずつとかでご飯ね、たまたまあったら行くよね、そうだね、そうだね、ご飯とかはいいね、コロナ禍っていうのもあったから、ね、そうね、なかなかね、4人でってなると、まあ、4人でも1回やったね、最初ほら、入所したての頃4人でご飯行ったじゃん。あああったあった、懐かしい、イタリアみたいな。あれ、入所したて、はいあそこ行ったじゃん、覚えてた、いたピザとかね、食べてね、なんか俺らだけだったそのお店に、覚えてる、営業すぐぐらいの、開店したてぐらいの、ね、そうだそうだ、オープンしたてで行って、はい、そうだよね、11時ぐらい、誰もいない、あれお昼だっけ、いやもう午前中、そうだっけ、お昼だ、お昼前から入ってするぐらいだったの、前だね、本当に最初の時だね、懐かしい、それこそもう4年前とかでしょ、そうですね、そんな前、懐かしい、みんなほぼ、まあ初めましてではないけど、たどたどしいというか、ここ座れよみたいな、そんな感じ違うか、どうも、じゃあこちら、すいません、奥座りないよとか、ソファー席どうぞみたいな感じだった、なんかまあそんな印象があるから、そうね、最初はね、そうだったよね、まだあれですよね、古沢が礼儀正しかった時ですよね、いや、え？今は？いや今はもう礼儀正しいけど、まあ、より礼儀正しいかな、よりその時は、その時はね、よりでその時はね、ええちょっと疑問が残る、いい子ちゃんだったじゃないですか、いい子ちゃん、いい子ちゃんだったよ、いい子ちゃんだった、いい子ちゃんだったね、いやいや今もね、今もね、だって今もね、自分でさ、だったとか言ってね、自分でツッコミどころを作るからさ、信憑性が下がってくよ、言いすぎるとずっといい子だった、そうだね、いい子だよ、まあ、また今度行きたいよね、行きたいですね、落ち着いてきたら ね、もうちょっとみんなでね、行きたいよね、どっかね、焼肉行きたいかな、いいね、もうちょっとカルビ食えないからな、
いやもう油っこすぎてな。タン食べればいいじゃん。タンか。タン。そっか。タン食べよう。というわけでそろそろお別れのお時間です。お便りコメントお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。お相手は那須原亮、古澤隼人、林幸也、山田博人、以上フレバンがお送りしました。またねー。